こんにちは。こんにちは。何してるんですか。いや、今新潟に来てて、はい、これからあのアルビレックス新潟の試合を応援に行くんだけど、うんうん、ね、まあ、その前に仕事の依頼でトークショー、トークイベントね、トークイベントがあるんで、うん、ただあのコロナの中、うん、ちょっと縮小になってるんだけど、うん、まあ、ぜひやりたいということで、うん、まあ、アルビレックスも今3位ということでね、うん、今年2位まで J1 に上がれるんだよね、うんうん、だから瀬戸際ね、うん、だからちょっと頑張ってもらわないと、うん、まあ、次男が J1 でできるかどうかっていうのもかかってるしね、はい、ちょっと応援していきたいと思いますね、はい、今日は吉明君活躍してくれるはず、しなかったらもうちょっと暴れようかな新潟で ね、まあ、これからちょっと先にお仕事が少しあるから、そうだね、うん、はいはいはい、行ってきます、楽しみに、はい、じゃあね、はい、新潟ね、スポーツセンターだっけ、スポーツセンターなんか球場と、いや、あそこ球場だよね、野球場、うんうん、そろそろ着きますか、もうそろそろだね、うん、今右側に見える、右側に、あれですね、あれだよ、どこだ、見えるかな、まだ見えない、まだ見えない、今隠れてるな、うん、でも一瞬ぐらいなんかテントっぽい屋根みたいなの見えました、さあ間もなくでしょうか、うん、こっちが左側の野球場だから、あのハードオフのスタジアム、そうですね、はい、ハードオフのスタジアムなんですね、そうそうそう、高さん、はい、天気良くてよかったですね、そうだね、天気良くてね、はい、見えた、急に出てくるけど、そうだ、おー、なるほどなるほど、すごい、さあ今日はどんな試合になるんでしょう ね、その前にトークショーだよ、そうですね、はい、あ、上りも見えてきた、はい、名前があるよ、本当だ、見えない、正面はここだと思うんですけど、はいはい、ビッグスワンスタジアム、これはあの玄関ということじゃないですか、スタジアムの正面です、スタジアム着きました、もう本番まで実はもう10分切ってるんですけど、今打ち合わせをしています、やっぱ積み重ねが相当あって、まあ努力って言ったらすごいちょっとあれですけど、そこがやっぱり積み重なっていうのを取れる、出てそうですね、だからまあ努力は見せないんだと、おかげでやる、で3兄弟でやっぱり吉明選手が一番こう子供の頃からでも大会で賞を取ってきたりして、お兄ちゃんもいや、それに負けないっていう感じでこうサッカーにみんな持ち込んできた、スタジアムです、いよいよ始まります、どうですか、なんかね、トークイベント楽しそうだったよ、めちゃめちゃ楽しそうだった、いや、楽しいよね、まあ、こういうの好きだから目立ちたがるのがね、うん、よかった、うん、だけどどう、お久しぶりのスタジアムは、いや、やっぱなんかこう緊張感が伝わる ね、で張り詰めてるものがあるし、うん、だからすごくいいよね、ね、はい、なんかだいぶ盛り上がってきて、まあ、試合開始までもうあと少しだけど楽しみ、ね、はい、まあ、勝ちますよ今日、はい、はい、じゃあお疲れ様でした、はい、まず水野さん、すごい、これはどういうことですか、ちょっと臭そうだね、それで太陽の、太陽の太陽、ね、これを今大事に持ってくださってる方がいて、すごいよね、うん、そこにサインなんて、40今年1の年かな、はい、水色のリストバンドに憧れてました、はい、本当に嬉しい ね、 あの頃のプロ野球選手なかなかみんながの強い人多かったですよ、いや、ガシかなかったですよいや、本当にですよね、あの昔の会場ドクターの先生なんですか、はい、あ、どうも先生、ずっと野球やってて、はいはい、レジェンドが、はいはい、先生、はいはい、お願いします、
はい、ありがたいね。いや、すごいですよね、お会いできるなんて思って。豊田さんがサイン三昧、ありがたいお話です。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、チーズ。横でもいきます。はい、チーズ。はい、よかったです。すいません、ありがとうございます。はい、いよいよ試合を見る、はい、お席、個室、個室、素晴らしい、用意していただいて、はい、ありがとうございます。すごいすごい、やっぱすごいな、熱気が、ね、はい、ホテルに戻ってきました、はい、はい、長い一日でしたが、ね、いかがでしたか。まあでも楽しかったね、なんかスタジアム来たの久しぶり、そうね、コロナの影響もあって、うん、なかなかね行く機会ないけど、こういったお仕事があったら、そうね、まあでも勝ってよかったわね。新潟は後半戦入って勝ってなかったからね、負けてもなかったけど、うん、だけど今日来て負けたなんて言ったらシャレにならんしさ、うん、そう豊かでみたいになっちゃってたから、そう豊かでになってたのに、ね、豊かで負けましたって言うとちょっとね、ちょっとシャレにならんもんな。はい、だからまあとりあえず勝ってよかったし、うん、まあ J1 ね、ね、に上がらないと、ね、新潟はね、うん、うん、まあこれからも、うん、RBX 新潟を、うん、まあ応援していこう。ね、もうなんかね、サポーターの皆さんもすっごい温かくて、そうだね、うん、なんか気持ちいいね、そう雰囲気もすごく良くて、こう一体感もね、そうすごくあって、そう一体感あったね、うん、うん、だからもう試合終わってもなんかすごい綺麗なこうイルミネーションみたいなね、そう見れて良かったです。でも本当にあの来て良かったと思いました。ね、新潟にまた来ます。はいという新潟の一日でした。はい、お疲れ様でした。は